私もちょっとこう、羽ばたいうん。羽ばて、たいたの？ そう、な行こうんかなっなて。そろの？うん。そろ、やっぱ今年は、内田祐馬行こうかなって。内田真ちょっと、内田也真を引き継い央、ちょっで。と、引き継いよ、早いちょっとよ。休んでもらって、休その間まに。ないよ。こ内れ田真か行こうからだなっよ。これ、て。と、飛び立つのこれか飛ら。び出姉さんまだ飛び立ってないよ。これからだよ、まだ。いい心がけじゃん。そうだよ、まだ。本当もうにいい7年、心8がけ。年になるけど、まだだそよ。うね。これから、いや、こ本れ当だ。から。姉さん8年目だっけ？なんかね、7 年。この間ね、岩沢さんに会ったんだよ。岩沢さん、事務所の岩沢ね、ね、先岩沢俊輩、樹さんね。うち9の先輩年目にの。なるよって言ってたから、じゃあ8年目になるんじゃない？うわ。あ、そう 7 年だ経ね。つってことだよね。そうだね。そういうこそうとだそうね。そうそう。うわ、そうなんだ。そうでしょ、びっくりでしうょ。わ、早いね。8年に、8年そんなに、この事務所にいるんだっていう。なんか、今何年目？俺ね、今年5年目になりあ、言うまで5年目？5年目だと思うよ。そっか。うん。姉さん事務所入った時に、うん。5年目なのが、ひかささんとか、うわ ブライさんだったの。あ、そうだそう、だかわ。らその木が5年上なの。うわそう思うと怖いよね。俺の時はね、吉嗣さんだったんだよ。5年目。岩田さんもだよ。いや、だ、岩田さんっていうのは、バトルガールハイスクールっていう、作品があって、それが、AJ の、この間 AJ アニの時メジャパンだっに、たそう、アニね。メジャパンの時に、司会をしてくれたんですよ。なんで一緒だったっていうのがあってね。あ、そなるのほ話どがあったね。んですよね。いやー、そうすごいそうそう。いや、ね。すごいあっね。という間ですあっという間だよ。よね。おかげで、うん。姉さんも撮ったけど、新人声優、ああ、ね、声優新人賞新も。人、おめでとういじゃや、ない。おめでとう、おめでとう。なんで、新人声優アワー、新人男優賞と女優賞ですよ。おめでとう賞だよ。おめでとう。おめでとう言うましょう。俺しか見えてないみたいね、な。ありがとうございあ、おめでとうございます、そう本当に。ね、まあだりがとね、ご飯行けてないけど、今日行こう。あ、そうだね。う。うん。何食べる？姉さんがなんか、唐揚げをやるよ。唐揚げをやるよ姉さん今日もご餌飯をみたいな。ご飯を炊かなくちゃいけないんです。え、ご飯を炊く気持ちでいっぱい。作ってくれるってこと？そうそうそう。ご飯炊く、もう今日はご飯を炊く日って決まってるから。何もう姉そさんれ？ご飯が食べなくちゃしょうがない。なんで炊きたい？なんで炊きなんたか、い？新しい炊飯器をね、炊飯器っていうか土鍋みたいなのをゲットしたんですよ。あ、土鍋、で、今日のね、なんか夜届く。うん。あ、そうなの？それを使って、唐揚げファースト炊飯を揚を。げ、そう、ファースト炊飯を。君にプレゼント。あ、なるほど。そうです、ありがそうとうです。ございます。そうしましょなんか変なさ、う。うん。なんか変、なんか姉さんち変だってなんだよ。変だってなんだよ。変だ。なんだよ。炊飯器じゃない、変な、なんか飯盒炊飯で使うようなやつ飯盒炊飯で、で、ご飯炊いてんだよ。そうそうそう。小さいなんか、釜みたいな、そう、キャンプみたいなやつで。釜みたいなの炊いてんの。炊いた、おかしくない？美味しかったろ？でもこの温めた時。なんで美味しかったでしょ？そんなどこで見つけてくるの？なんで普通に売ってるよ。伊勢丹とかで売ってんだよ。あ、高級なところで。高級なところで終わったんだよ、そんなの。変手段だよ、使ってなと思ったわ。え、家で、あ、ちゃんと手段よ、あの時もちゃんとしたご飯だったでしょうか。もう、ひどいわ。今日はちゃんとご飯炊けまり、炊いてくれるサラダも作り、ちゃんとしますよ。あ、じおゃめでとう会だからね。あ、おめでとうございます。じゃあ、楽しみにしてる。唐揚げね。唐揚げやりますよ。おいいの大好きですそうかですら。よ。うん